ブンブンハロー YouTube。 どうもこんにちは。本日なんですけども、今日はね、2021年8月10日ということでね、今日から夏の甲子園がね、まあ、開幕したということで、まあ、去年はね、ちょっと残念ながらコロナウイルスで、まあ、中止になってしまったんですけども、今年ね、まあ、なんとか開幕したということで、ちょっと僕も毎年野球を見てますし、今日もちょっとね、見させてもらったんですよ。で、そこでちょっと思うことがあったというか、今年の2021年、まあ、一発目、一日目見た感想というのをね、ちょっと、話していきたいなと思います。これどういうことかというと、やっぱり僕ね、毎年甲子園ってちょっとずつ変わっていってるなって思うんですよ。要はその時代の流れとか、だからその時代によって高校生の特徴とかって、野球のレベルとかだって変わってくるじゃないですか。要はその、極論言ったら1960年代の甲子園と1990年代の甲子園と今の2020年代の甲子園ってやっぱり違うと思うんですよね。時代が変わるので。なのでちょっと見た感想、今年の特徴、高校球児の特徴、甲子園の特徴っていうのは僕の見た感じ、独断と偏見、僕の視点からね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいなと思います。これはね、あくまで僕の独断と偏見で、もしかしたらね、お前何言ってんだ、頭おかしいんじゃないかとか、いやお前、それは違うだろう、こうなんじゃないかなとか、私はこう思うんですみたいな方はね、ぜひコメントしていただけたらなと思います。やっぱりね、別の意見とかあった方が議論っていうのも盛り上がりますし、そういう視点もあったんだなってことで、お互い勉強にもなるのでね、よかったらコメントとかお願いします。まあ今日はね、ちょっとこういうこと、自分の意見っていうのを、まあ、SNS とか YouTube で発信する、情報発信するのは大切なんじゃないかなということでね、よかったら聞いてください。そしてね、聞いて何か疑問とか思ったことはね、ぜひコメントしていただけたらなと思います。じゃあ早速ね、今日甲子園見た感想を始めていきたいと思います。まず一つ目が、高校球児の名前を見てね、ちょっと驚いたという話なんですけど、これどういうことかというと、やっぱりその名前ってあるじゃないですか。田中太郎とか、まあ、鈴木一郎とか、いろんな名前があるんですけど、やっぱり最近の高校球児、高校生の名前、下の名前って、キラキラネームが多いなっていう風な印象を持ったんですよね。要は、やっぱり名前ってそれぞれの時代によって違うと思うんですよ。例えばその江戸時代であれば、何々左衛門とか、で、ちょっと前だったら、なんか、女の子であれば何々子とか、その節子とか花子とかで、今僕ら世代であればその雄太とかね、その雄介とか翔太とかが流行ったと。で、最近はなんかその個性的な名前が流行ってるってことで、要はそのキラキラネームっていうのがあると思うんですよ。で、そうい要はキラキラネームをしてる高校球児がね、本当に多いなっていう印象を持ちました。これね、嘘だと思ってる方いると思うんですけども、ぜひそういう方は、ね、一度ね、Google で甲子園に出てる選手の下の名前見てください。ベンチとかレギュラー9人、下の名前見ると、2、3人ぐらい本気で下の名前分かんない人いると思うんですよ。僕、本気で結構多くてビビってますっていうのが正直な印象なんですよ。で、これなぜなのかなって考えたら、やっぱりね、要はそのキラキラネームって俗に言う人いるじゃないですか。要はその2チャンネルのひろゆきさんとか、今でしょの林先生なんかは、そのキラキラネームってつける親はバカなんですっていう意見があると思うんですよ。で、これ僕はちょっと違うと思うんですよね。まあ、彼らの意見曰く、そのキラキラネームをつけると、やっぱりその人生において損することが多いらしくて、って言ってる風に言ってるんですよね。で、他にも林先生であれば、東大合格者の名前に下の名前が読めない名前は結構少ない。つまり親の教育レベルが高いって言いたいんですけど、僕はちょっと違うと思ってて、どういうことかというと、その名前ってその時代背景にすごく影響するんですよ。どういうことかというとね、1945年とか戦争の時代って、両親は自分の子供たちに、その戦争に強い勝てる兵士とか、日本が勝ってほしいっていう願いを込めて、男の子に、強しとか、たけしとか、その勝利とか、まあ、そういうね、戦争に勝つっていうニュアンスを込めた名前をつけたんですよね。で、そっからまた時代が進んで、1970年ぐらい、高度経済成長期になってくると、その戦争の強い兵士とか、別に戦争に勝つ必要はなくなるわけじゃないですか。だから次は、その経済が、良くなるように、その実るとか、その草木が茂るとか、なんかその、なんていうんですかね、豊かな国とか、そういった名前を男の子につけるようになったと。で、次、だんだん進んでいって、次、1995年とかそれぐらいになってくると、なんかその CM で24時間働けますかっていう CM が流れた時があったらしいんですよ。要はその時代背景として、その男たるもの、家庭は全て犠牲にして、全ての精神を会社に捧げるんだ、みたいな。残業
24時間働きますみたいな、なんか、そんな感じの風潮があった時があったんですよね。そんな時に女の子に、愛っていう名前が流行ったんですよね。その、エミとか、愛子とか。で、これは、その、両親の、その、何ですかね、もう仕事でだけじゃなくて、もっと愛情とかを大切にしてほしいっていう心の叫びが、女の子の名前、愛に行ったと言われてるんですよ。で、今は、キラキラネーム、これどういうことかというと、やっぱり今の日本って、今の日本というかね、今の15歳とかの男の子が、生まれる時の両親っていうのは、2000年ぐらいですよね。2003、2004年っていうのは、その日本ではやっぱりその同調圧力っていうか、没個性というかね、周りと合わせなさいっていう風潮があったと思うんですよ。要はその、お前何勝手なことしてね、目立つな、みたいな、あるじゃないですか、同調圧力。特に日本っていうのは強いと思うんですけど、要は、そういったね、当時の両親の方々が、やっぱりその日本の中でのその個性を出してはいけないっていう風潮があったと思うんですけど、そこでやっぱりその彼らの心の叫びっていうのがね、その、やっぱり子供の名前っていうのは、自分の考えとかをアピールできる場所でもあると思うんですよ。だから、せめて自分の名前にはその、個性的な名前を付けたいっていうような心の叫びがね、あったんじゃないかなと僕は思ってまして。で、実際、今年の甲子園球児見たら、僕が思ってる以上に、まあ俗に言うね、今時の名前キラキラネームのね、選手本当に多かったなと思いました。これちょっと時代が変わっていくなっていうふうに思ってて、要はそのひろゆきさんとか林先生で確かに論理的には正しいことを言ってますし、多分頭もいいと思いますし、自分も頭がいいと思ってるんですよ。だけど彼らって絶対年老いていくじゃないですか。で、今後日本を背負っていくのって今のキラキラネームをした若い世代なんですよ。だから今後ね、キラキラネームっていうのは彼らからすると当たり前の名前になってくるわけなんですよね。むしろ、この、なんていうんですかね、僕らが何々左衛門とか、なんかその花子とかを、まあ、何なんですかその古い名前、昭和ですかみたいな、大正、江戸時代かみたいなことを言うぐらいに、なんか今の子供は何なんですかその、なんかその、ゆうたっていう名前は平成ですかみたいなことを言ってくるわけですよね。てか本当にそうなるじゃないですか。っていうふうに、結構名前がね、変わってきてるなっていうふうに思いました。本当に面白かったですよ、これは。っていうのが一つ目です。で、二つ目はね、ちょっと観客について思うことがあったんですけど、やっぱりね、観客ってね、スポーツをやる上で見る上ですごく重要な存在なんだなっていうふうになくなって思いましたね。要はその今ってコロナウイルスで、観客が入れないわけなんですよ。具体的には、その甲子園はその一般人の観客入場不可能であると。で、学校関係者はできると。で、ブラスバンドは、学校一つにつき50人まで入場できる。要は、で、しかも声出して応援してはいけないメガホンだけなんですよ。だから、わーとか、なんか言わずに拍手だけであると。で、これね、正直、観客ある甲子園、まあ、要はその2019年以降の甲子園と、今回の2021年甲子園、僕が見た感じね、間違いなく2019年以降の方が良かったなっていうふうに思います。っていうので、まあ、正直ね、やりたくてやってるわけじゃなくて、やっぱりコロナってね、我慢なんだなっていうふうに思ってて、やっぱり高校生、子供たちは我慢してるんだなっていうふうにもう強く思いましたね。まあ、多くの方が我慢してるんですけど、それでもね、若い世代っていうのが一番我慢してるなと思ってて、要は、まあ、ルールって、まあ、その誰か決めるじゃないですか。で、ルールって基本的に、その、マジョリティっていうか、大多数の、に有利なルールを決めるんですよね。日本って、その、少子高齢化で、お年寄りの方が多いわけですよ。若い世代の方よりね。だから、どちらかというと、ルールも、年寄り向けのルールに作られるわけですよね。まあ、他にも、投票率の問題とか、ルール作る側の人間がある程度、年いってるっていうのもあると思うんですけども、だから、どっちかというと、年寄りが、その、優遇されて、若い人は不利益、我慢しなければいけないルールになってると。できてると思うんですよね。で、本当にまあ、できてるだけでも、甲子園できてるだけでも全然いいことなんですけども、まあ、やっぱりちょっとね、まあ、我慢しなくちゃいけないんだなっていうふうに思いました。あとね、やっぱり観客って、なくなって分かったんですけど、本当にスポーツ見る上ではすごく面白いですし、要はそのね、やっぱりやる側もね、あれでアルドレナリンが出たり、興奮したりすると思うんですよ。脳になんかその、ドーパミンとか、なんかその、すごい、その興奮物質みたいなので、こう鳥肌もブワーってあって、なんか、おっしゃーみたいな、あるじゃないですか。っていうふうに思いましたね。あと、まあ、見る側もやっぱり観客とかいた方がね、盛り上がるっていうのは間違いないなって思いました。まあ、あと、まあ、運営する側もね、観客いた方が絶対お金も儲かるんで、何がなんで、なんだで、観客がいた方が、こう、活性化するのは間違いないなっていうふうに思いましたね、正直。はい。
っていうのが2つ目です。で、3つ目がね、あのレベルが高くなってるなって思いましたね。あの球児たちのレベルが、あのこれ1試合見たんですけど、あの日大山形とね、米子東という試合を見させてもらったんですけど、この試合ね、1回戦開幕試合ちょっとね見させてもらって、序盤は日大山形がリードしてたと。で、8回終了で4対0で日大山形が勝ってたんですよね。このまま行くのかなって見てたら、米子東がね、なんとあの9回で、ね、とんでもない粘りを見せまして、1点返してなおもノーアウト満塁なんですよ。9回で1点返してノーアウト満塁ですよ。4点差ですごいじゃないですか。で、そこで日大山形のピッチャーが交代して、そのピッチャー新しく背番号10をつけたピッチャーが出てきたんですよ。で、このピッチャーがね、なんと3者三振して、しかもね147キロ投げたんですよ。これね、すごいことで、あの147キロを背番号10つけた、しかもね、まあ、山形県でも日大山形っていうのは名門なんですけども、なかなか2番手で147キロを投げるピッチャーなんて、あの10年前はまあいなかったですよね。って考えると、やっぱりね、そのトレーニングの仕方とか、ちゃんとした、要はその科学的なトレーニング方法とかが、その誰もが簡単にアクセスできるようになったじゃないですか。情報を手に入れるようになったと。例えばそのダルビッシュ有選手の変化球の投げ方であったり、そのなんかその清原選手のホームランの力みたいな、本田圭佑のサッカーの練習の仕方みたいな感じで、まあ、いろんな情報が手に入るようになったのが一つ目とか、あとはまあシンプルになんか、間違ったトレーニングをしなくなったっていうのも大きいと思うんですよ。要はそのうさぎ跳びとか、バツを与えるとか、なんかわけのわからない練習あるじゃないですか。その無意味にその大声を出せとか、精神論とかあったと思うんですけど、そういうのがなくなって、ちゃんとした科学的なトレーニングに従ってるから、本当にパフォーマンス能力はね、非常に10年前とか20年前とはね、比べ物にならないぐらい変わってるなっていう風な印象を持ちましたね。ということで、まあ、今日はね、今日はちょっとね、初日見させてもらった感想がね、まあ、こちらです。あとね、試合の内容については、もちろんね、素晴らしい試合ばかりで、まあ、僕もね、もう3試合かな、終わったんですけども、結構見ててもやっぱりね、レベルが高くて、さすが甲子園だなっていう試合でしたね。まだね、1日始まったばかりなんですけども、ちょっと楽しみにしていきたいなと思います。ね、やっぱり僕の中での夏というのはね、夏の地方大会、沖縄大会が始まってから夏の甲子園決勝が終わるまでだと思ってるんで、まあ、あと夏がね、2週間ちょいか。で、僕の夏は終わってしまうんですけど、ちょっとね、楽しみにしていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、関係者の方々はね、ちょっと、まあ、頑張ってもらいたいというか、まあ、あと球児の皆さんは、ね、結構、個人的にはね、まあ、楽しんでほしいなっていうふうには思いますね。もうなんか、まあ、結構楽しむっていう感じで、ちょっといろいろとね、やってもらえたらなと思います。ということで、これはね、ということでこんな感じでした。まあ、これはね、あくまで僕の意見ということで、まあ、これに関して何か思うことがあればね、ぜひコメントとかしていただけたらと思います。あと最後にね、ちょっとおすすめの本だけ紹介したいんですけど、こちら。脳を鍛えるには運動しかないっていう本で、要はその、脳って運動することによって鍛えれるんですよね。例えば、1週間に3回か4回ぐらいの30分から45分の有酸素運動をするだけで、脳の創造性が高まったり、生活習慣病が予防できたり、記憶力がアップしたり、ね、ワーキングメモリが向上したり、いいことばかりなんでね、ぜひね、こちら脳を鍛えるには運動しかないという本をね、これぜひ読んでみてください。ちなみにこの本ね、僕も読んでるんですけど、これゼロが1個ついても買いたいなと思うぐらいの本ですね。2万1000円でも買いたいと本です。これね、僕の動画下概要欄にリンク載せておきますので、ぜひともチェックしてみてください。ということでね、今日はこんな感じです。最後までね、視聴してくださってありがとうございました。今後もね、野球の情報とかいろんな情報発信していきますので、ぜひチャンネル登録とかよろしくお願いします。では、じゃあね。